マーケットアナライズオンライン2021、8月9日月曜日開催。早速参りましょう。岡崎さんの今週の注目ニュースお願いします。はい、中国の話です。実は1週間このニュースで困ったことになったなと頭を痛めていて、で答えが見つからないまま今日発表することになってしまったんですが、ニュースそのものはですね、中国政府が学習塾事業ですね、教育事業にものすごく規制をかけるという話が出たんですね。で、中国のですね、教育関連の会社っていうのはアメリカにもいくつも上場していて、それで時価総額のかなりの金額が消失してしまったというような話なんですよ。具体的にどういう発表があったかというのをまとめましたので、こんな感じなんですけどね。7月23日に政府が文書を出したらしいんです。で、翌24日にですね、きちんとした発表があったみたいなんですけども、中身はですね、学生の宿題と課外学習の負担を一段と軽減するための意見ということで、勉強しすぎだろうと、過酷な勉強圧力、高い教育コストって、これはもうどこでもそうですけどね、受験競争、これが激しすぎると、ということで、なるほど、まあ、そういう言い方であればなんとなく理解できるなと思ったんですが、規制の強化がまず出ましたと。で、運営時間を制限しなさい、で料金を引き下げなさい、で企業買収なんかしちゃいけませんよって言うんですが、禁止事項はここからなんですよ、問題は。で、上場しちゃダメだとか、外国資本が入っちゃダメだ、まあ、簡単に言うと海外からの投資の受け入れることがもう禁じるという、例えば日本の我々が中国の教育関連企業に投資しちゃダメだということなんですね。ちょっとこれどういうことなのかなと、ここから懸念というか疑惑が広がっていくんですが、まあ方針としては教育関連企業は非営利化、儲けちゃいけませんよという方向に持っていくっていうんですよ。で、ここでちょっとガラッと変わるんですが、まず株価の動きを見てみましょう。3つほどですね、見つかりました。アメリカに上場している中国の教育関連株ですね、タルというのが見つかりました。あとエドゥっていうのですね、ニューオリエンタルエデュケーションっていうのと、あとはガオトゥっていうんですかね、これらの会社なんですが、今回のこの規制措置が発表される前の株価を100とすると、大体もう3分の1以下になって、もうこれは実質的に上場できないぐらいのところまで一気に下がったんです。時価総額はさほど大きくないです。4000億円ぐらいのもんですからね。こういうことなんですが、ここでですね、この問題を単純に教育で儲けちゃいけないんだみたいな、そういうところでとどめていいのか、それともつなげて考えていいのかという、考えた方がいいのかっていうところなんですね。同じようにですね、この22日23日にこのディディエのですね、勧誘があったんですよ。例のあのハイヤーの会社ですね、ソフトバンクが投資しているので有名です。で、7月の2日から始まってるんですけども、16日にですね、かなり厳しい立ち入り検査が行われました。データセキュリティに関する調査です。で、22日にこれは、まあ内部からの情報だったんですが、一部情報ベンダーからの記事をそのままピックアップしてるんですけども、要は政府が、ちょっと上場するのは待った方がいいというような、そういうまあ意見を出したにもかかわらず IPO を強行した。で、政府サイドの方は前例のない規模の深刻な罰則を科すと言ってるんですね。まあ、罰金で済むのか、業務を停止させるのか、強制的に上場廃止するのか、まあ、いろんな不安材料があります。で、このディディというですね、この間上場したばっかりの会社の株価もこんな風に18ドルぐらいでですね、始まったものが一気に8ドル、半分ぐらい、半分以下になっちゃったんですね。で、最近の報道ではこのディディは、まあ、もう上場廃止になるんじゃないか、もう株を買い戻すんじゃないかと、で14ドルぐらいでまあ買い戻すみたいなんですけどね、そういうニュースが出るぐらいです。で、先ほどの教育の話と、それからこのハイヤーのディディの話、それからもう一つアリババの事件というのがありましたでしょ。アリババが、まあ去年から問題がありましたね。これはアントっていうですね、フィンテックの会社の上場に際してです。で、この3つをちょっと並べてみたいんですよ。で、アリババも去年の12月から今年の4月に3000億の罰金がありましたと。で、アリババっていうのはそもそも電子商取引ですと。で、上場しようと思ったのはフィンテックの会社ですと。で、金融データ、ビッグデータを持ってるんですね。で、ディディに関して言うと、これはデータセキュリティに関する調査で引っかかったっていうことなんですが、これもハイヤー企業なんだけども、実際には自動運転データとかいろいろ持っていて、ビッグデータ持ってるんですね。で、今回の教育産業というのも全面的な規制になりましたけども、教育関連っていうのは
我々も経験したことあると思うんですが、予備校にしろ塾にしろ、これ個人情報が山ほど、学力という情報もありますけれども、当然子どもたちですから、子どもたちがお客さんですから、親とか親戚とかいろんなデータがこれ入ってきますよね。であとまあ当然、学力のデータとか個人の追跡情報もできますよね。これ全部データというキーワードがあります。でしかもビッグデータという形になっています。これは中国の政府がやはり大きな方向転換したんじゃないかと思うんですね。というのは2016年の10月に、国家創新というんですかね、駆動発展戦略概要というのが発表されて、そこでキャッチフレーズは資本市場によってイノベーションを支えるという5年前のメッセージと、これ真逆の方向に全面規制で壁を作り出しているように見えるんですよ。ここまで来たところで今日なんですけども、もうここから先は皆さんの意見も聞きたいなと思います。岩島さん、ここまでいかがでしょうか。もう明らかに方向転換して、習国家主席はもうはっきりと毛沢東の世界に持っていこうとしているので、中国の中に共産党以外の力が出ることも全て排除する方向に多分来ていると思うんですよね。その超えるとすると、例えばそのデータっていうのが一つの、話に多分なると思いますし、教育っていうところは、例えば日本で置き換えた時に、昔マックの藤田さんが、マックを根付かせるときに親に言うマックを食べさせて、そうすると子供が食べるので、そこで、50年100年のサイクルが生まれて、個人がもうそこに、マックなしには生きられないということだと思うんですよね。そういう意味では共産党の思想を排除するような方向をもう起きたときに必ず潰しに行くっていうのはもう明確になってると思うんです。で問題なのはですね、この動きとともに今世の中で起こっているのが、今日ちょっと解説しますけど、エネルギーとか人権とかいろんな話で、ESG がこれを要は助長しやすくなってるっていうのは一面があって、そこをちょっとお話したいと思うんですけど、要は中国と先進国の間の亀裂がどん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 大きくなるようになる、これからなっていくので、そうするとこれ中国はより先鋭化していきますし、米中というか先進国と中国との対立っていうのもものすごく激化していくっていう一つのニュースっていうふうに多分見た方が、もう完全に方向転換したと思います、これしかし鈴木さん、これ中国と取引できるのがハードしかないとか、ソフトの部分が一切入ってこれなくなるっていうメッセージじゃないですか。これデータがないっていうことは、もう要するに物の鉄の取引だとか原料の取引だったらいいのかもしれないけども、これ今の時代ってその半導体を通じて何もかもがデータに入っている、これは株式市場的には大きな機会損失になりますよね。そうですね、アメリカと中国の動きだけを見ていたら、全然もう違うところに行ってしまってますね。中国国内で規制して、そうするとそこに入り込むこともできず、出てくることもできないということになってしまいますよね。これバーチャルの世界だけだったんですけど今まで、バーチャルの世界の中も中国圏とそれ以外っていうのも明確に分けるっていう意思表示なので、ここはもう株式市場にとったらそのお金は全部回るみたいな発想はもう正直なくなったと思います。そこはもう完全に切れたと思います。今まで私もちょっと無視してたんですけども、今回のこのニュースでこれは文化大革命的なことが起きてんだなと思いましたね。また後ほど矢島さんのコーナーで詳しく伺っていきましょう。マーケットアナライズオンライン2021、8月9日月曜日開催。